ペンタックス K1 はリコーイメージングがペンタックスブランドで発売しているデジタル一眼レフカメラである。同社のデジタルカメラとしては 35mm フルサイズのセンサーを搭載した初のカメラとなった。2016年4月28日にボディキットが発売され、これはライバル機のニコン D500 やキャノン e o s 1 d x m II と同日であった。 2018年4月20日には外装はそのままで内部機能をアップグレードしたマーク2が発売された。2015年2月5日、リコーイメージングはフルサイズのデジタル一眼レフカメラを開発中であることを発表した。同年の CP プラス2015にて開発中のモックアップが展示された。K1 のマグネシウム合金製ボディボディはマグネシウム合金を採用し、 87箇所のシーリングによる防塵・防滴構造でマイナス10度までの防寒性能を実現した。また中盤デジタル一眼レフカメラ、ペンタックス 645Z のデザインを取り入れ、グリップ部分が大きく前に張り出している。内部には撮影時の位置情報を記録するための GPS、ユニット、モニター上に方位を表示するための電子コンパスも搭載する。 ソニーセミコンダクタマニファクチャリング製、有効画素約3640万の 35mm フルサイズセンサーを採用。ローパスフィルターは搭載していない。画像処理エンジンは14ビットの RAW 記録に対応した新型のプライム V。ISO 感度は最高20万4800の超高感度撮影に対応。 五軸補正に対応した同社の新型ユニット SR2 による手ブレ補正機構により従来機種を上回る対応を行う。レンズは K、KF、KA、CAF、CAF2、CAF3、CAF4 のペンタックスマウントレンズがすべて装着できる。リコーイメージング株式会社は2018年4月20日、k 1 m II を発売すると発表した。従来 K1 との主な変化点は、 リアルレゾリューションシステムが手持ち撮影に対応。すでに K-70 などの回帰手に導入されていたアクセラレーターの搭載による高感度撮影時のノイズの改善。新アルゴリズムを搭載した AF システムにより動体撮影においても優れたピント精度を実現など。2018年2月22日、リコーイメージングは既存のペンタックス K1 の内部基板を交換することにより、 機能を K1 マーク2と同等にする優勝アップグレードサービスを期間限定で受け付けると発表した。5月11日、同社はこのサービスに予想以上の反響があったため予約受付を行うとしている。2018年10月31日、日本デザイン振興会はこの K1 アップグレードサービスをグッドデザイン金賞とした。ありがとうございます。